それではグリッドを表示させてみます。まずメニューボタンですね、メニューを押します。そして下ボタンでカスタムメニューにします。そして右ボタン、下ボタンで下げていきます。表示のところで OK ボタン、そしてまた下ボタンで下げます。表示罫線選択、こちらを OK ボタンで、今オフから方眼ですね、黄金分割メモリ対角線と、ね、で選んで OK、 そしてメニューボタンで戻ります。表示されました。